アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアボルチモアはアメリカ合衆国メリーランド州にある同州最大の都市。どの軍にも属さない独立都市であるボルティモアとも表記する。古くから天然の良好として知られ、1729年に南部産タバコの輸出港として開かれ発展した。 首都ワシントン DC の外交としての機能を有する大西洋で極めて重要な港湾都市であり、2020年にイギリスが発表したグローバリゼーションと世界都市研究ネットワークではガンマの都市に評価されるなどアメリカ東海岸の世界都市に数えられる。第二大ボルティモア男爵、シラスカルバートボールティモアの名前はメリーランド植民地の建設の立役者である アイルランド貴族院議員の第二大ボルティモア男爵、シラス・カルバートに由来する。爵位の名の由来のなった、ボルティモアは、アイルランドの南部にある、コーク県にある都市、ボルティモアに由来し、これはアイルランド語で、大きな家の町を意味する、バイレアンティーモイルが、英語風に変わったものである。詳細は、EN、ヒストリー・オブ・ボルティモアを参照アメリカで最も古い、都市の一つであり、 七百九十七年に誕生した。南北戦争の舞台にもなり、国家や成城期もこの地で生まれた。八百三十年に全米で初めて、ボルチモアオハイオ鉄道が開通した。魚種の豊富な、優れた漁港として知られたが、ペンシルベニア丹田の開発により、工業が発展、後に造船、鉄鋼などで財政を潤し、また貿易港として発展、ピークには、 人口100万人に迫る勢いを見せた。1960年代から施設の老朽化と主産業の構造不況によって中心地から人口が流出し、スラム街が発展、治安の悪化が進んだ。そこで、市は30年にもわたる再開発計画を実施。これは、ウォーターフロント開発の先駆とも言われている。とりわけ、インナーハーバーの一新を図り、工業、貿易とともに、 多数のレジャー施設を建設した。インナーハーバーには、大型ショッピングセンターや、全米屈指のポルチモア国立水族館、海洋博物館などがあり、活況を呈している。一方、肝心の中心地の空洞化は依然として深刻で、治安改善はさほど進んでいない。2019年7月、ドナルド・トランプ大統領は、全米一気圏で、どんな人間も住みたがらないと批判した。 これは、ボルチモアを地盤とする、トランプ批判の急先鋒であるイライジャ・カミングス、下院議員を罵倒する中の発言であったが、市の黒人の人口比率が50%を超え、犯罪率も全米3位の高さを見せていた背景もあり、人種差別であるとして、物議を醸すこととなった。ボルチモアは、アメリカ東海岸のチェッサピーク湾から遠くない、バタプスコ川沿いに位置し、 メリーランド州の北部中央部の一部である。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積238.5平方キロメートルである。このうち209.3平方キロメートルが陸地で29.2平方キロメートルが水地域である。総面積の12.240%が水地域となっている。アメリカ合衆国の1830年代。 1840年代および1850年代の国勢調査において、ボルチモアは全米の人口で二番目に大きな都市であった。また、1980年代の国勢調査より、それぞれの国勢調査で全米の人口でベスト10位以内に入った。しかし、1950年代から70年代をピークにその後は人口が年々減少しており、2000年現在の 国勢調査では、この都市は人口65万1154人、25万7996世帯及び14万7057家族が暮らしている。人口密度は3111.5平方キロメートルである。1435.8平方キロメートルの平均的な密度に30万477件の住宅が建っている。 この都市の人種的な構成は、白人31.63%、アフリカン・アメリカン64.34%、先住民0.32%、アジア1.53%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.67%及び今月、根結1.47%である。人口の1.70%はヒスパニック、またはラテン系である。 ボルチモアは半世紀。この都市内の住民は24.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.9%、25歳以上44歳以下が29.9%、45歳以上64歳以下が21.2%及び65歳以上が13.2%にわたっている。 中央値年齢は35歳である。女性100人ごとに対して男性は87.4人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は82.9人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は3七7 8米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は35,438米ドルである。 男性は3万1767ベイドルに対して、女性は2万6832ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は1万6978ベイドルである。人口の22.9%及び家族の18.8%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の30.6%。 および65歳以上の18.0%は貧困線以下の生活を送っている。ボルチモアには公立および私立の両方で複数の高等教育機関が設置されている。私立編集ジョンズホープキンズ大学図書館公立編集1930年代からファーストマリナーアリーナシビックセンターなどでペンシルバニア駅はアムトラックの北東海道路線上にあり、 ワシントン DC、ニュージャージー州、ニューヨーク方面からの列車が発着する。ライトレールバルチモアワシントン国際空港からライトレールが発着しており、市内まで走っている。地下鉄市内及び郊外を結ぶ地下鉄が走っている。路線は1路線。ライトレールやマークに接続している。なお、ライトレールも地下鉄もまたにより運行している。 ボルチモアワシントン国際空港が最寄りの空港である。空港まではライトレールでおよそ30分である。また、アムトラックの BWI 空港駅もあるが、空港からは1マイルほど離れており、ターミナルにはシャトルバスを使う必要があるため、市内からはライトレールの方が便利である。ボルチモア観光局のサイトビジットボルティモアによれば、10の姉妹都市を有している。また、 全米国際姉妹都市協会のデータでは、アレクサンドリアとエディー・オー・キャロルを挙げている。エドガー・アーラン・ポーの墓地出身者詳細は、カテゴリー、ボルチモア出身の人物を、参照居住その他ゆかりある人物公式観光。ありがとうございます。